はい、本日はですね、ニューバランスさんのサッカースパイク、ビザロプロ HG の 2E、足幅 2E の方ですね、のヤドクガエルグラフィック、まあ、スペシャルエディションですね、の方の、日の瀬の説明をしていきたいと思います。で、まあ、ヤドクガエルから、まあ、インスパイアを受けた、シューズとなってまして、今回これ、まあ、青い宝石とも呼ばれるヤドクガエル、まあ、その、まあ、名前の通り非常に美しいグラフィックに、まあ、仕上がっています。まあ、正直まあ一目惚れですね、これは足に合う合わないとかもうそんな問題じゃなく、これはちょっと持ってまあ展示しておきたいなぐらいの感じでまあ買いました。はい。で、まあ、今回ちょっといろいろと細かい仕様が変わってるので、まあその辺しっかりとお伝えできたらいいなというふうに思います。それでは、商品の説明に行きたいと思います。まあ、まずアッパーにはアリアプレメッシュアッパーって呼ばれる、まあ、名前は何でもいいんですけど、まあ、人工皮革が使われてます。メッシュベースに、まあ、樹脂素材を重ねた今時のアッパーですね。で、まあ、メッシュじゃないな。肝素材を一番下ベースに持ってき、その上にメッシュを重ね、でさらに、これ、見えるかわかんないですけど、六角のデコボコありますよね。この六角形状の、4ミリの EVA クッションかを重ね、さらにその上に、まあ、樹脂コーティングを重ねたもの、まあ、厳密に言うとだから4層なんですよね。4層の、まあ、アッパーになってます。で、結構柔らかいんですよね、このスペシャルエディションは。で、しかももう一個言っちゃうと、ニューバランスさんのシューズ結構つま先低いものが多いって、エイペックス、はやぶさグラフィックの時の動画で言ったと思うんですけど、このシューズに関してはそれなりに高さがあるですよね。まあ、ちょっと2だからかなとか一瞬思ったんですけど、いやそういうわけでもなさそうなので、そう、このスペシャルエディションは結構履きやすい風にできてるんですよね。同じビザロプロの、ごめんなさい、これ D なんですけど、やっぱりちょっとつま先ちょっと低いんですよね。うん、ちょっと薄い感じになってます。で、さらに大きな違いがありまして、通常版は内側こういう縦方向の凹凸をつけることで、まあ、親指周りとかこの親指付け根周りの、まあ、ボールコンタクト時当たった時の、まあ、プレッシャーを、まあ、圧力を緩和するっていった機能がついてるんですけど、今回のスペシャルエディションはありません。全部六角形状です。まあ、これがいい悪いかって、どっちがいいんだって言われたら、それはちょっと、なんとも言えないところなんですけども、まあ、これは好みなのかなっていう気がするので、まあ、これは実際試着してみて、まあ、感じてみてくださいって言うしかないのが、正直なところです。まあ、ぶっちゃけ、ね、ここが、まあ、こんなと、いや、変わるんですけど、どこまで変わるんだって言われたら、なかなか言いづらいところもあるので、まあ、全然問題ない。のかなっていうふうに個人的には感じてます。まあこれは実際に履いてみてですね。まあしっかりと変わるのか変わらないのかお伝えしていこうと思います。で、まあアリアプレメッシュアッパーは後ろまで全部使われてまして。で、まあ、そうですね、シューレースシステムはまあちょっと若干外側に配置されてますと。まあこの辺は通常版と変わらないですよね。で、まあヒールカウンターもまあ中に内蔵されてるタイプ。にはなってます。まあ、2なので若干全体的に幅が若干広い感じになってますが、で、まあ土用のシューズなので、よいしょ、まあ中敷きが取れますと。で、まあ、フレッシュフォーム、まあニューバランスさんのランニングシューズで、培われた技術を、まあ、インソールに使って、まあ、フレッシュフォームクッションっていうのを、まあ、インソールに採用しています。で、まあ表面はこのヘキサゴン、まあ、六角形状を、まあ、使うことによって、まあ、グリップ力をちょっと高めているっていったインソールですね。で、まあ、内側、ライニングなんですが、基本的に、肝素材が全体に使われてます。なので、まあ、滑りにくくて足当たりもいいものになってますね。で、ここ、またもう一個ポイント、あ、ちょっと入んねえな。もう一個ポイントなんですが、かかとのクッションですね。ものすごい多いんですよ。あの通常版に比べて。結構多い。ふかふかしてる。こっち触ったら硬いんですよね。クッション薄い。結構薄い。見てわかるかな。
結構分厚いんですよ、クッションが。なので正直あのビザードプロこれから買おうとかちょっと履いてみたいなっていう人は多分こっち、あのヤドクガエルを買った方が、まあ普通のごく標準的な足であればヤドクガエルの方が足には合いやすいとは言えると思います。ただもちろんあの皆さんの足がね、まああのごく一般的な足なのかって言ったらそれはね分かんないですから、こっちの方が通常版の方が合うっていう人もいるでしょうし、こっちの方が合うっていう人もいると思うので、まあどちらもお店にあればどちらも試着されるのが一番いいのかなっていうふうに思います。ヤドクガエルカラーは残念ながら量販店さんではあんま多分見かけないのかな。多分まあカモさんとかあの辺の専門店さん、まあ、あとユニオンさんかとかの専門店だけになってしまうかなと思うので、まあちょっと履ける店舗は限られるんですけども、まあこっちのビザロプロとかであれば結構ね、あの量販店でも売ってるので、まあよかったらまあこれはできればまあ履き比べてほしいかなって、試着してまあ比べてみてから購入してほしいかなという気はします。はい、まあその辺はどうでもええとして、アドソルですね。ソルの方はまあナイロンとウレタン、まあよくあるパターンですね。まあ2種類の樹脂を混合して使ってあって、まあナイロンベースにしたことで軽量性を出しつつ反発性を持たせで、まあウレタンを使うことによってまあ耐久性をアップさせているといったものになっています。で、まあ、基本的にこの六角形状のスタッドが前ね、ここの方にまあ母子球中心に配置されることで、まあターン運動、回転運動ですねをまあ容易にするようにできています。でかつ、まあ、グリップ力を超えちゃ足んないだろうということで、まあ、三角のスタッドを、まあ、効果的に配置してあるというわけです。で、まあ、そんなスタッドの高さは高くないです。基本 HG と、まあ、AG 人工芝と土用なので、まあ、高さを出すというよりかは、まあ、しっかりと突き上げがないような感じに、まあ、設計はしたような感じです。で、まあ、ここの一番前の三角のスタッドなんかが結構意外と重要で、まあ、ダッシュの時にしっかりとこれが噛んでくれたりして、まあ、普通にちゃんと走れるようになってます。で、アウトソールで言うと、あとはまあここですね、まあ、ニューバランスのシューズ HG だとどれもなんですが、第5中足骨骨折を防ぐためにここのスタッド間のスタッド間のまあ長さ、距離ですねを短くしてます。で、まあ、ここでまあ骨折とかが起きないような、疲労骨折ですねが起きないような感じにまあしてあります。まあ、ソールに関してはそんなもんかな。はい。で、まあビザロプロってまあそんなに軽くないシューズではあるんですが、まあ重くもないシューズですね。まあ正直今回のヤドクガエルに関しても一緒です。それは若干クッション多くなったからなんか重い気もするけど、ちょっとごめんなさい、測りがないんでそれは分かんないですはい、それでは、ビザロプロ、HG の 2E のヤドクガエルカラーの紹介はこれで以上となります。まあぜひね、結構アッパーを柔らかい、通常版に比べ、まあ通常版も柔らかいんですけどに比べても、まあ、内側のこの凹凸がなくなった分ちょっとなんか柔らかい気もする。まあこれちょっとごめんなさい、結構適当なこと言ってますけど気もするので、でまあかかとのクッション多くなってるのは事実ですし、まあつま先周りちょっと高くなってるのも事実だと思うので、この辺はまあ履きやすくはなってるはずです。なのでまあぜひぜひヤドクガエルカラーはちょっと試着してね、見てもらってもいいのかなという気がするので、もうお近くに、まあ、そういったお店がある方は、まあ、ぜひぜひこのヤドクガエルカラー一回手に取って、まあ、スタッフさんに声かけてでもいいんで、まあ、試着してみてください。それでは、ニューバランスさんのスパイクビザロプロ HG、2E のビザロじゃないヤドクガエルカラーの説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。